そうだったもんね、眩しい人がいっぱい。シミュレーション？なななな、シミュレーション。なんて？すなこちゃん、雪の城くんにお嬢様の相談乗ってあげてって頼まれたんでしょ？はい。ほら、あなたも黙ってないで。すごいお部屋ですね。お化け屋敷にお住まいなのですね。そうじゃん。何言ってんのよ。この結婚も無理だと思っています。悲しい声をしてるんですね。どうせ私なんて好きな人の前では緊張しちゃってカチンコチン。そんなことないですって。